タヤさん、サワさん、ヒロキ、リュウキ、マラチェ、ナイスナイス。ブレイキングダウン、あの 8.5 がね、まあ、敦貴は終了して、まあ、見事勝利して、まあ、何本かブレイキングダウンの動画あげたよ、うん、そうで、まあ、前回の祝勝会で、まあ、一応完結してんけど、次は Q 始まるんよ。そう、天候天候も出たらね、そう結構感覚なくてね、それに向けて俺らのオーディション、応募しましたね、動画一回撮ったよ、うん、だから言うて毎回やってるよね。なんと今回、うん、団地目の中で3人も合格しました。狭きもんじゃ狭きもんや、狭きもんや、うん、俺6普通に落ちとるし、あつきをしとくからね、うん、あの時全部言ってたもんね。めちゃめちゃ苦労して、うん、ようやく掴み取って、ね、なんなら7出たけど勝ってたのかな、俺、うん、そっか、そう、俺、最初の動画一言も喋ったことないよ、うん、その選ばれし者は俺とカイヤと、はい、まあ、あつきはまあもちろんやん、うんうんうん、で、この3人が合格しました。やばない、すげえ。で、まあ一応カイヤは一応アツキの推薦みたいな感じだね。そうやね、言うてもあの動画に最初から最後のことアツキそれ何言ってんマジでユダ君みたいな感じで、カイヤのやつはさ、俺も一緒に撮っとれて、リュウケのやつマジノンタッチなんよ、俺も知らんもた、なんか受かったって聞いて何したんかねお前なんか、こういうやつ書いたんやろ。俺一応喧嘩自慢で分けてできないから、で、俺のあの、そのなんかリングネームみたいなのやん、あ、これ何かしらいか、一瞬の喧嘩ファイターや。痛い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 。それ決めれるのかと。やったやった。カイヤは団地面カイヤで応募してるわけよ。うん、ああ、そうね。そう。でも俺はさすがになんか団地面団地面ったらもうこんな遊びすぎてもう落ちるやん。で、俺は本名の宮本龍樹で行ったわけよ。それでくぐるんだけど、それでオーディションくぐるんだけど、あの、ね、彼ちゃんと一次審査から全部通ってしっかり自力で行ったんや、うん、オーディション行くだけやから、うん、これでまあカットされる可能性も全然あるし、ほぼカットやからね、そうそう、本戦なんて決まるんだったらもっと狭きもんやから、そうやな、まあ、まあ俺らも頑張ってやるけど、スパリングさせられると思うよ。まあまあそうやね、タイヤなんて経験者やから、俺のセブンの時のグループも結局格闘技一本だからね、うんうん、言うてもあのオーディションまでそんな日がないわけよ。大丈夫、はいはい、だから早急に俺らも練習しんなんから、そうやね、最近結構練習しとるんやけど、あつきおるからね、多分あのひな壇やった場合は、そう、笑いそう、俺らが行ったら笑っちまいそう、お前乱闘だったら助けるこいよ、お前乱闘になったら、お前乱闘だったらあつきどうしてくる、メンバーねんが、お前止めるかじゃなくて俺に加勢しろよ逆に言うと俺言うても乱闘キャラやから、言うてもあつきみたいな、ね、乱闘する、俺絶対乱闘行く、俺絶対乱闘行く、最高やなお前乱闘しに行く、俺乱闘しに行くから絶対揉め合い、めっちゃいいやん、最高やな、お前止めに来い、俺見たいわ、殴られたくないから、何やねんお前、ちょっとこれ待ちにやるの、そう、これ待ちまでやんな、あの、スーツみたいな、これ来てから行く、ああ、止められてから、これ来てから、うらっ、バカお前、やらせたんやろ、当たりねえや。いや、お前も応募しんなんかってんじゃん、本来で言うと。別に、だって勝つで。誰にやねん。お前まず病気に負けとるやん。お前ピロリ菌やん、今。いや、俺、外側から強いけど、内側からすごい。内側から弱いんや。そう。あ、そうなんや。でも、スパーリングに強いんじゃない、まあ、スパーリングよりマジで暴れるで。あの、もう、過去最強に暴れる。もう、こんなやつを恨んでくれ、いくで。先行通りましたのメール来た瞬間に飛び切りで出所だろ。まあそれ次第です。あの龍樹が必殺技だから。パンチで飛び下げしとったね。これ当てたろうかなっていう。でしかもそれやった後膝なんか朝できた。とんでもねえぐらい朝できた。あの前回大会もね、たくさんの方にスポンサーしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。全員時計してるんですよね今。アウト。これあつきさんどこのでしたっけ、これは僕の今回パンツにも入っていた、うん、フォーサイレントバーズさんから時計の提供を受けました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、めちゃくちゃ可愛いよね、可愛い、フォーサイレントバーズさんの一番の強みは男の子も女の子も使えるっていうのね、あ、ユニセックスなんや、そうや、ユニセックス、本当みんなそれぞれ違いね、うん、それぞれが選んだやつで、今見えるの結構光っとるんで、角度によっては、
あ、それすごいね。これね、真珠なんよ、あの盤面が。真珠、うん、真珠だよ。真珠がで使われてるから、うん、一点物というか、一点物一個だけよね。この模様というかね、うん、細かい模様はやっぱり、うん、あの天然のものやからさ、うん、だから同じものはありないというか。へ、うん、そうそうそう。ベルトの方もね、うん、なんか付け替え、そう、可能ということで。そうそうそう、あのサイト見てもらったら分かるけど、うん、これいろんな、なんていうの、パターンというかあって、うん、これがね、ベルトの紐とか革とか、うん、だから季節によってあの気分で変えれるという。うん、だから結局ほら、これとかもメタル系やけど、うん、あの革がいい時は革で、これすげえ簡単に変えれるらしい。うん、あのワンタッチでもうベルト交換できるから、うん、その気分によっていろんなあのあれ楽しめるよねっていう。そうやね、だからもう気に入った盤面使い続ける、うんうん、そうそうそう。最近やったら俺アプローチとか、うん、結構しとるけど、やっぱこういう系の系もね、あ、俺はこっちの方が好き、うん、とこのなんていうの、一周回って時計の針で、ね、時間を見るっていうのが俺めっちゃ好きで、うん、俺はそっちの時計しか持ってない。だいたい 2,3 万円で買えるっけ、うん、高いやつだったら 2,3 万、うん、だからめっちゃお得やよね。そうやね、学生とかでも手出しやすいんじゃない。そうやね、うん、これがなんとですよ、うん、お、今回パンツスポーツで応援していただいて、うん、一緒に戦ったと、うん、8.5 勝利記念で、25% です。わあ！これがこれみんな全員が違うんだ。おそろいできる。ああ、そうそう。アンスキーとおそろ。そう。リュウキの時計をさ、一緒なのつけたいよって思ったら、うん、リュウキの時計をそのサイトからさ、まあこれつけとる写真もあのインスタとか載せるから、そっから見てもらいたいんやけど。あのこれ欲しいよってなった時にあのクーポンコードを使ってそこに応募して団地面って言っただけで 25% を、うん、強っ。これはマジですごくね、マジで。しかも、うん、25% ってなかなかこの、まあ、25% の、 そのクーポンコード使えるのは7月31日まで、あ、今月末までの、 あの期間限定、期間限定なりやけど、あのこのフォーサイレントバースさんからあの勝利記念ということでそういうお話をいただきました。ありがとうございます。すごいね、みんな違うのつけてるもんね。そうや、そう、そう、俺のもアスキと似てるけどちょっと中のデザインが可愛いね。ラテンっぽい男の子らしい感じだよね。これはもうほんとシルバーと白のめっちゃシンプルで、めっちゃシンプルで、うわめっちゃいいね。服装選ばない、服装を何でも合うと思う。いけるね、うん、それは俺はピンクですね。あ、でも女の子も好きですし、その、うん、彼女さんへのプレゼントとかにも選んであげて。これ女性めっちゃいいね。そう、どっちかというと、そうそうそう、ほんといい。俺もね、結構シルバーチックのやつだけど、俺も好きで。いいね、渋いね。なんかね、カイアネスとマーリアに取れんけど、何が違うのか。中がオパールでしょ。これは、これも真珠のやつやな。そう、うん、俺のはカイアネスの中黒バージョンかな。うん、あ、でも俺もいいな。そう、これ別に私服でも、スーツとかでも全然、ね、いけるんよ、全部。そんなに派手な時代じゃないから。うん、だからこれがまあ皆さんね、で使いやすくて値段もお手頃プラス 25% オフ。これはあっつーあっつーもう激アツ商品なんで、マジ皆さんご購入概要欄からお願いします。お願いします。お願いします。プチ贅沢にぜひお願いします。あの残りもうオーディションまで、まあ、そんなに期間がないんよ、うんうん、だから、まあ、ちょっとアツキ今おるから、うん、まあ、アツキにちょっと俺と高いや、うん、まあ、あとお前らもちょっと少し教えてもらって、まあ、この動画終わろうかなっていう。よくよく、ちょっとやっぱカイヤ、うん、オーディション近いから、うん、ちょっとやっぱモード入ってるわけ、うん、クッスンとスパーさせたね、ミドルスパーでクッスンすごいかわいそう、かわいそうね。クッスン悶絶してうつくばったよ。かわいそう。でもクッスンお子さんとグローブ投げとったよ。これもうスパーリングせやイラッとしたわ。うるせえ言うた後にスピンクスなんてチェネ言ったのに痛いすごい、まあ、うちの強みやね、練習相手がおるっていう、まあね、毎日あるっていう、まあ、あと皆さん、7月22日もう迫ってきてるよ、もうちょっとそうや、ね、うん、あと12日後ぐらいかな、前撮影日で言ったら、まあ、もう少しであの団地面オフ会開催するんで、皆さんぜひよかったら石川県金沢市でやって入場無料なんで、うん、ぜひ皆さんお願いします。お願いします。それじゃあね、早速トレーニングやっていこうと思います。団地ねー、お前なんか全然おかしいやろ、ズボンはおかしいやろ、ズボンは開けよ、言うけおい、ズボンは言うぞ、ファンカップ知らんて、ファンカップ知る、え、何も知らんの、やばいね、
やっぱり相手が空手家じゃない限りは、うん、早々蹴りって冷静にこうさばけんだよな、バチンって。普通にさ、早くだったらさ、もう普通にもうパンパンで受けちゃうけど、普通の蹴りた自慢とかはさ、まあまあ受けへんやん。ああ、そういうことね。だって蹴りた自慢は多分普通にボクシングルールでしょ、それに信じて。ああ、そういうこと。俺が全然大丈夫だ。俺が痛いかもしれない。これ試合やったらお前バランスつけちゃうから。お前、あの問題なのは蹴った後に無動き、これが一番怖い。どうするし、蹴った後振り向いた方がいい。振り向いた方がいい。あ、振り向いてもいいけど、距離さえ合ってるやつだったら振り向いてる。分回してバチッと振り向いて。もしこれ当たらなかったら回し蹴りしてちょっと時間、そうもちろんこれでも倒せるようにしてるけど、やっぱりその後がね、オーバーにこうやっていくわけ、ここはね、絶対来てるわけでも、膝周りやな、そう、なるほど、前蹴り前蹴りも全然有効、どん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 、これも結局こう、腹に対してもう指に対して欲しい、これね、あ、前蹴り見た方がいい、そう、これまでさばけ、マジで、そう、そう、あ、もうお前本線見えてきた、いいな、もう本線だわ、うわー、反応した時、反応した時、そう、おいいんじゃないこれ、結局やっぱね、こう、多分ね、攻撃が本当に一番防御だよ、ブレーキなんですよ、おう、 うわいいねいいね、それそれ、そう、早いこのまま変わった、後のフォローは回って、あ、緑手がね、打ちながら同じ場所で打ったらガード台からちょっとずつ足を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 ポジションに行くんだ、うるせえな、お前ら全部映っとくからね、仕事動画やもんね、こっちは、ああ、そうやね、どうだ、お前ら顔だけ上げろ、先生ごめんなさい、なんで余裕そうな顔してるのやつに、この距離、そう、あ、これあの、多少のバックボーンに体がない人に対してはね、おー、上がるね、上がる、おおおいおいおい、こっち上がる、おい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 、なんっていうことでね、まあオルトガイアオーディションあって、まあ熱きね、まだやっとるんやけど、うん、初めてやん、うん、普通にやっぱね、圧倒されるよね、雰囲気とか、やっぱ会場とかも、うん、まあ俺的に、まあやれることやったかなって感じだね、内容とかは、まあもうほんと言えんやん、うん、何も言えんから、これであの、熱きの気持ち分かったやん、うん、あいつがどんな修羅場で今までやってきとるかっていうのが、うん、やっぱいざ体験して分かった、分かる、結構団地面知ってくれとる方めっちゃ多くて、ノッコンさんとかも終わった後によかったよみたいなめっちゃ言ってくれたりとか、ね、まああとであつきとも合流するんで、また最後3人でちょっとね動画回したいと思います、うん、ね、あのひょんなことかになったらお店の方に招待していただいて、こっちピンアイさんのセットアップを、うん、ユラ君が来てるワールドワイド使います、すごい、めちゃめちゃおしゃれ、おしゃれすぎて、ブルズしかもね、全身組んじゃうっていう、全身、カイヤも全身もらって、ユーラ選手は靴下もいただいて、靴下と洋服ですね、靴、うわ、かわいいよね、かわいい、めっちゃ似合う、これからもうキャップまでいただいた、これフェイマスさんです、で、これ PI さん、で、靴下、靴見せたって、靴出さない、靴見せた、靴見せたって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの概要欄にあのインスタグラムを載せてますので、ぜひお願いします。お願いします。ということで、石川県に帰省しました。帰省しました。どうやった？熱気的に今回のオーディション。
かなり楽しかったね。視聴者さんもすげえ期待していいんじゃないかな、今回のオーディション。俺のとかじゃなくて、オーディション自体が。面白いと思う。やっぱ常に更新し続けるね、ブレイキンダウンは。面白さを。まあね、一応高いもんね。まあでも、俺的にカットじゃないかなと思うけど、まあまあ、やれることやらない。一応未公開とかね、アプリとかちょっと見れるから。そのアプリを入れていただけると、ユキの回やこ、どっちも、もしも、ね、カットされても、されなくても、そこで見れますので、アプリで、よかったら、チェックお願いしますね。他のメンバーはね、全部出てほしい。出てほしい。どんな結果であれ、何時もこれからもブレイキンダウンで挑戦し続けますので、今後ともね、応援のほどよろしくお願いします。はい、またいろんなブレイキングダウン選手のね、コラムね、ちょっと東京取ってきたんで、行きましょう。やばい、ブレイキングダウン界、もう最強のね、男とバチバチな客に乗ってきたんで、皆さん、チャンネル登録してお待ちください。じゃあ皆さん、ね、また時計の投稿とかもね、ガンガンインスタとかにですね、投稿するんで、皆さん、インスタグラム、フォローの方、お願いします。ありがとうございます。じゃあまた次回もお会いしましょう。じゃあ